とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はアップデートで新しくなった装備を使っていきましょう。これ、ウィザーのアーマーですね。カスタムはしてません。昔のまんまです。無謀がね、強くなったんですよ。前は、HP が 60% 減少して、近接ダメージが 80% 上がるっていうやつだったんだけども、今回から HP は 40% 減少となってます。で、近接ダメージも 90%、10% 上がってますね。まあ、これは単純に使いやすくなったのではないでしょうか。そして、これがね、覆われた怒り。これも変わりました。弱体化されたんだよね。ダメージが 10%。減少してます。前は263で310万ぐらいあったんですけども、それが286万。まあ 10% 下がったけども、まだまだ使えるんではないでしょうか。で、ショート棒。これもね、変わったみたいで、チャージショットのダメージが、10% ぐらい上がってます。うん。これも情報修正されてますね。はい。とりあえず、この装備で、やっていきましょう。それでは新しいステージ行きましょうか。絡み合った木の頂きかな。ああまあまあ戦い方としては前と一緒でいい感じですよね。よっしゃ、うん、ダメージはもう全然出せるけども、なんか減るな。そうか、まあ痛みサイクル入ってるからか。なんか結構ダメージを受けちゃいますね。まあ、とりあえず、特に問題なさそうなんで、そのまま進んでいきましょうか。あ、でね、ドラー修正されたね。うん。まさかのドラが修正です。まあ、知ってる人も多いと思うんですけども、ドラの、敵のね、ダメージが3倍だったのが2倍まで減りました。3倍から2倍だからね、結構でかいですよ。結構でかい。うん。なので俺は今はね、ドラは入れずに、エリクサーのカバンかを入れていってます。やっぱエリクサーのカバンだったら常時、2倍で攻撃大体できるんでね。なのでそっちの方がいいかなと思って使ってますね。やっぱりドラは、当たったやつに、2倍ダメージっていう風になるんだけども、あーやばいな、ここ。このエリクサーのカバンだったら、まあ、基本全員に2倍ダメージという風にいけるので、うん、こっちの方がもうアプデ号からは使いやすくなったかな。ちょっとドラがね、残念です。まあまあ、でも、2倍ね、ダメージを与えれるんで、まだまだ使えるとは思うんですけどね。結構ここ長かったんだよね。1回クリアしました、ここは。1回クリアしたんだけども、長かったね、ここのステージ。今までの中で一番長いステージではないでしょうか。まあ、とにかく、デイリーチャレンジではないので、まあ、キャプテンは、まあ、いるかもしれないけどね、まあ、そんな期待せずにゆっくりと回っていきましょう。ほんとここ一周するのにね、30分ぐらいかかるもんね。あ、キャプテンいた。まあ一応取ろうか。うん、せっかくいるんだから取っていきましょう。よし、おいおい、意外とこの段差でダメージが入りにくくなったような気が。ああーよかった。なんかこの前までさ、あの旗を取るときにこのゲージが表示されなかったよね。確か俺なんかゲージ表示されてなかったんだけど、それが表示されるようになりましたね。よかったー。あれすっごい分かりづらかったんですよね。それはよかった。危ない、キャプテン発見。いいよ。あー、うわ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 、落ちた？なくなった？あ、よかったー。あ、やっぱりゲージ表示されてないじゃん。
やっぱりダメなのか。でもさっきのはねゲージ見えたんだけどね、何の差だろうね。オッケー、また一体発見です。どこ、あっ、あー、もう、おい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 、ちょっと待って、まずちょっとある程度減らしたいな。オッケー、よし、で取りましょう。脅威、あのゲージは見えるようにしてほしいな。もうだいぶ来たと思うんですけどね、まだまだやね多分。でも半分以上はもう登ってるはず、20分やってるのでそんぐらいは登ってると思うんだけどな。ほんとここ長いんですよね、先が見えない本当に。で無謀のね使い心地なんですけども、あー固まるな、悪くない、うん、前よりもやっぱり使いやすくなった感じですね。そこまで HP がゴリゴリ減らないんでやりやすい。あー浮遊射撃か、嫌なやつがいる。うん、なんでこれね無謀は使っていっても良さそうですよ、結構いいかもしんない。ナイスキャプテン、しゃあ、危ない。なんであとは防具だよね、防具を何をつけるか、そこがちょっとね悩むところだね。あーやばい、モブダメージが増えちゃったね。これ先にいるかな、やば、先にはもういないか、いませんね。はい、キャプテンいた、どこだ、危ね、あーもうジオマンスター撃ってほしい、ちょいちょいちょい、攻撃しに行きたいのに。風使いもいたでしょ今、うっとうしいな。よし絶対取らせて、最後の神秘は何、いや略奪者に変わるってやつか。じゃああと1体脅威が取れればいいですね。よし最後のキャプテン発見、いける、よし、これで全部です。おし、もうちょっとかな、もう終わりでしょう。あー、いていていて、マジか、あいつらが待ってた。しゃあここ登れば終わりでしょう、さすがに。強制戦闘ある、もしや一番上で。覚えてない、まだ1回しかこうクリアしてないんで全然覚えてないですね。え、どうだったっけ、何もいなかったような、あれちょっと待って、なんで、おお、なんか当たり判定が変になる時がありますよね。ジーンの飛び、あー長げーよ、最後の最後まで本当に長い。どうだ、あとはジーンに入って終わり、強制戦闘ないよね、あるんかい、あるんだ、もう最後の最後まで手を抜かないな本当に。ボスみたいなのがいないよね、いたっけ、いないよな、よし、あなんか出てきた、おお、あーあー、ミスった、ミスった、あボスいたんだ、ちょっとデカめのこいつが出たんだ。でも弱い弱い弱い、トゲかい、トゲを持ってたんかい、勘弁してよ本当に。はい、まあまあとりあえずクリアですね。いや長かった。はい、ということで戻ってきました。ね、新装備、新装備じゃないな、エンチャントが新しくなった、無謀使ってみましたけども、使いやすくなったね。40% 減少なので、263で使えば、251の防具と HP が変わらないようになりますね。うん。それだし、やっぱりね、ダメージ 90% アップ。いい。もう大体倍ですよ。これがやっぱり強かった。うん。敵をガシガシ倒していけるので、今後無謀はね、ほんと使っていって、いいと思います。でも
使うにあたっては防具は選ばないといけませんよね。まあウィザーか勇者かフルメタル、どれかだと思うな。うん、そのあたりが無難に使っていけるもんだと思います。まあ厳選もね簡単になったのでやってみてください。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。